こんにちは、小林さけてです。今日はパリのコンシェルジュリーに行ってきた模様をお伝えします。こちらの施設はですね、14世紀フィリップ4世の時代にカペ城の王宮として建てられまして、その後ですね、100年ぐらいでもう牢獄として使われたということです。フランス革命の後ですね、恐怖政治の時代には国民公会により革命裁判所が隣接されまして、1793年から1795年までの2年間で2780名に対して死刑判決が下されたということです。で、このコンシェルジュリにですね、多くの王族や貴族などの旧体制派が収容されまして、当時はその牢獄に入ると必ず死刑になるというので、死の牢獄、あるいはギロチン控えの間と呼ばれたということですね。マリー・アントワネットもこちらに、1793年に投獄されておりまして、ただ投獄された大多数は一般市民、貴族、学者などだったと言われております。現在は裁判所の一部になっております。このコンシェルジュリー、見ていただくと今だだ広い、城内理石の広場みたいになってるんですけども、5ユーロでですね、タブレットが借りれまして、そのタブレットをかざすと、その随所でですね、14世紀当時の食堂とか厨房とかですね、そういった様子がですね、見れるように、タブレットで見れるようになってましてですね、期待してた以上に顧客満足度の高い、観光地となっておりますので、ちょっとおすすめにはなってます。非常に不衛生なんで、もうこのですね、一番安い、牢獄に入っていた囚人はもうみんな病気になってたということですね。で、少しお金の払える人には独房が与えられて、ベッドとか家具とか持ち込んだことができたということです。Estaba